今回は肥料の実験の動画になります。今まで緩効性肥料入りの培養土では育てたことあったんですが、多肉植物に固形肥料を使って育てたことがなかったので、普段使っている培養土と比較しながら肥料の効き目を知る実験をしてみようと思います。で、今回使用する肥料なんですが、普段培養土を使っているメーカーの花心さんから出ている IB の力という肥料です。で、もう一つは液肥は使ったことがあるハイポネックス社のマガンプ大粒です。この2種類の肥料と培養土で成長や紅葉具合を比較していこうと思います。ちなみにこの3つとも多肉植物用に作られた肥料と土ではないです。実験に使う苗はいつもの葉差し畑からなるべく同サイズのものを買っていこうと思います。肥料を入れる土なんですが、普段基本用土としている赤玉小粒と鹿沼土、細粒を3対1で配合した土にします。で、培養土の方も普段と同じで、花心さんの培養土を2割配合した土にしています。で、残りは同じく赤玉小粒と鹿沼土、細粒を3対1にした配合土にしています。肥料の使用量なんですが、
花の鉢植えの項目を見ると5号鉢サイズで 10g になっていたので 2.5 号鉢サイズだと 5g になります。ただ多肉植物にはちょっとこの量は多い気がしたので、この半分の量にしました。でマガンプは置き肥ではなくて中に混ぜ込むタイプなので、土の中に入れて上から苗と土を入れています。IB 肥料の方も記載の量より比較しやすいように同じ半分の量にしています。初めて肥料を使って育てるので、どんな成長が見られるか楽しみです。そしてこの実験を開始してから1ヶ月が経過したので、現在の成長をお見せします。